モカ太郎の動画。よいしょ。はい、こんにちは、モカ太郎です。今回はですね、前回キクエ PC に使用したあのゲーミングチェア、あ、ネジ1本足んなかったやつ、それのザイスバージョンを組み立てていきたいと思います。リベンジね、リベンジ、頑張っていこう。はい、オッケー。背もたれの部分、お色はね、ブラックかな。うわ、なんかかっこいいやん。ちょっと待って、はい、わかるかな。真っ黒かと思ったら、なんかちょっとこうホワイトゴールドのような、ちょっと上品な感じのお色味が差し色として入ってるね。どんどん開けていこう。はい、これは背中にこういう風になるやつで、これが首の後ろに来るやつ、こういう感じね。先つけちゃおうか、これね。よいしょ、オッケー。手際がいいよ。こちらのパーツ、これはね、あの、ここのやつね、ここのやつ。はい、こちらは肘置きになります。肘置きね、よいしょ。そしてこちらがお尻の部分。うわ、ギザギザの刺繍がいい感じだね。かっこいいかっこいい。はい、後ろこんな感じ。ごめんねちょっと今、あの、農家友達が通過しました。ちなみにこの座椅子、あの、その農家友達にプレゼントするために組んでるやつし、なんか、あの、座椅子さ、うち、あの、田舎だから、そこら辺のホームセンターで安いのをみんな買うのね。そうするとやっぱ、あの、ぺったんこ現象になって、あの、ここのお尻当たるところにさ、適当に座布団とか1枚2枚重ねて、こう無理やり座ってる人が結構多いんだよ。テーブルと椅子のその高さが合わないもんだから、こうズテーンってなって、ここちょっと怪我しちゃったんよ、怪我しちゃったんよ。だから、よかったらこれ使わないってよかったらこれ使わないかなって、まあそんな感じね。じゃあ残りも開けていきましょう。できるだけね、安心して長く座ってほしいと思ってさ、ゲーミングチェアだったら間違いないっしょ。あの、私も使ってるしね、ゲーミングチェア5、6年ぐらい余裕だから。やっぱりね、ここのクッションがすごくいいの。この高反発、何年使ってもよれないというか、潰れないというか、まあそんな感じ。じゃあ大体の付属品は全部開け終わったので、組んでいきましょう。頑張るぞー。あー、ってことで、座椅子タイプっていうのは、この四角い謎のやつを下に置くんかな。いや、説明書読めって。ほらほらほら、最後になんか一番下にあるでしょうよ、でっかいの。これ忘れてるよ私。これ何これ。はい、ザンと。これはシールドかな、こう身を守るための。まずこれガーン置いて、その上にこの四角いやつ、なんかくるくる回るやつを置く。あー、ここのネジ外せって話ね。今朝の8時半ぐらいなんだけど、朝寒いんだけど、撮影してるとものすごい暑いのよね。今汗かいてる、なんでだろう。なんか燃えてくんのかな、体が。謎だね。何分で組み上げ終わるのかもちょっと測ってみようかね。この組み立てが甘くてさ、怪我されちゃったらそれこそ本末転倒だからさ、しっかり組んでいくよ、がっちりとね。はい、対角線上でがっちり締めていくよ。以上、よし、これで OK だね。そしたらば、このお尻の部分にこれをつけるんだ。こうしてこうつけるってことだね。ってことは 1,2,3,4 のネジを外していこう。はい、OK で、くるんだ、よいしょはい、ここで座椅子の部分、回る部分完成だね。で、その次が、はい、座椅子カモンで、これをつけるために使うパーツがこういう風につけるんだね。よいしょ、OK。 ここ2箇所ネジ止めしていきます。で、ここがっちり決めないで今は置きます。なぜなら反対側も固定しなければいけないから。この背もたれのネジが甘いと本当に安定感がないから、ここのネジはぎっちり締めてあげよう。よし、できた、よし、できた、完璧。ふう、カバーをつけましょう。カバーはこれね、これをこういう風につけていきます。よし、よし、うん、こんな感じだね。やっぱりね、ここのカバーはバチンってはまらない感じなんだね。こうなんかぬかぬかしてる、ぬかぬかしてる感じ。前回もそうだったね。じゃあ反対側もつけていきます。こうで、こういうことだね。よし、ここつき終わりました。で、これが最後になるかな、肘置きの部分か。こことここのネジを外していくね。腕が出る
たらこの肘置きを、ああなるほど、こういう風に動くんだ、こういうことかな、じゃあこうだね、よいしょ、 OK、 片方できた。じゃあ最後のこっち外していきます。よし、できた。あとここ、ここだね。はい、できた。今何時？9時15分。あれ？何分に組んだんだっけ？あ、完全に忘れてしまった。40分ぐらいかな。よし、じゃあ座ってみよう。よいしょ。はあ、じゃあレバー使うね。おお。あ、いいね、いいね。風が涼しい、暑い。おーおーおー、なるほど。ほうほうほう。いきなりバゴーンってくる感じじゃないから危なくないね。あ、大丈夫そう、大丈夫そう。そしたらば最後にこのネジ穴を隠す、こっち、こっちをつけるよ。よいしょ。こう座椅子ってところがいいよね。この上で多分ご飯とか食べんじゃないかな、夕飯とか。よいしょ。よし、できた。完璧だ。はい、こんな感じで今回は、ゲーミングチェアの座椅子バージョンを組み上げてみました。この後、友達のお家にお邪魔してプレゼントしたいと思います。ちょっと早めのクリスマスプレゼントということで、今回はご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいね。じゃあ行ってきます。モカ太郎の動画。ごめん、ちょっと汗びちょびちょなんだけど、ねすんごい不思議なこと起こってさ、さっきね、プレゼントしに行ったの。そしたらね、そのお友達、今日たまたま誕生日だったみたいで、私知らなくてさ、なんか今日プレゼントしたいなと思って組んで持ってったら、今日誕生日なの知ってたの？とかって言われて、いや、知らん知らん知らんっつって、すんごいいいサプライズになったの。よかった。嬉しい。ということで、あはは。